仏国寺は大韓民国継承北道慶州市にある仏教寺院。韓国仏教界の最大勢力である総慶州の寺院で第11教区本寺と含む山の麓にある1995年石窟案と共に石窟案と仏国寺としてユネスコの世界遺産に登録された。また、釈迦塔などが韓国の国宝に指定されている1914年の仏国寺。 現在の仏国寺は1970年代に作り直されたもの仏国寺多方島。1920年頃、白木慶徳王の時代の751年、最小だった近代城により混流が始まる。三国維持には、近代城が現世での父母のために混流したと記述されている。774年白木に完成した。最盛期の8世紀は、 約60棟の木造建築で寺院は構成された。李氏朝鮮の体操による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に名前がなく、すでに荒廃しており、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際、存続を許された36寺院の中にも名前がなく、引き続き廃寺のままだったようである。 1904年から1905年にかけて、紫霞門左右の行廊も、東海、石段も渦漏れた状態となったが、日本統治時代の1924年4月から1925年8月までの朝鮮総督府による再建工事によって、石段、色を含む主要構造が修復された。戦後の1973年に発掘調査後、改修工事で無節電。 観音殿などが再建された。2010年に、日本の仏師の福井照明が制作した4、天皇像など12体の仏像が寄贈され、仏国寺、消防博物館に常設展示された。高麗時代に書かれた、白木国崎墓含む山家根州仏国寺寺席や、仏国寺の寺師、慶承堂交差大徒五慶継修陶礼墓含む、 山大ケゴン州仏国デラ古今歴代初見次創起が示す通り、元はビルシャナ仏を本尊とするケゴン州の寺院だった。しかし1970年代に再建された、現在の仏国デラは、全州系の総建州の寺院である。創建時に本尊だった。ビルシャナ仏は、現在寺院奥手のビルドノに安置され、本殿である。太友殿には、釈迦尊仏が安置されている。 仏国寺の境内随志垣で固めた森土の上に、伽藍が配置されている。伽藍は大きく三つの区域に分かれ、回廊で区切られている。山道正面から二つの区域があり、各区域がそれぞれ蓮華経、七宝橋と西雲経、白雲経とで外域と結ばれている。朝鮮大四大王清掃によって、破棄、破壊されるまでは、それぞれの橋のもとに、 九本派水家が広がっていたと言われている。仏国寺には多方島と釈迦島と呼ばれる二つの石塔があるが、これらに関する次のような伝説が存在する。くだらに赤こたちという石膏がいた。彼は仏国寺の石塔を作るため、妻の赤く女を国に残して、白木に向かった。三年後、夫を待ちきれなくなった赤く女が仏国寺を訪れ、 夫に会わせてくれるよう僧侶にお願いした。しかし僧侶は二人が会うことを許さず、代わりに石灯が完成すれば、影池に石灯の影が映るので、それまで待つようにと赤く女に教えた。そこで赤く女は毎日影池を眺めながら、夫を待ち続けた。ある月よ、影池に石灯の影が映った。赤く女は喜び、石灯の影に抱きつこうとして、 影池に飛び込んでしまった。翌朝、石灯を完成させた、あここたちが妻の待つ、影池に向かうと、そこには冷たくなった、赤く女の泣きがあった。あここたちは同国し、自らも影池に身を投げて、妻の後を追ったという、二国寺正面太陽殿の装飾正門法塔他方東国宝第23号、太陽殿正面の紫霞門にかかる石橋。 751年の時から存在している遺構と考えられている。上段の16段が白雲鏡、下段の17段が星雲橋である。合わせて33段であるが、仏教で33は、未だ2つの境地に達せずという意味である。国宝、第22号、西雲橋、白雲橋と同じ形式の石橋であるが、規模は小さめである。仏国寺の本殿にあたる。 681年頃創建されたと思われる。現在の建物は1765年に再建された。国宝第20号。白木時代751年の作と推定される。石像の多宝塔。高さは10.4メートル。地面に階段が設置されまた、塔下部は4本の柱で支えられている珍しい塔の形状をしている。また、塔の周りには、 石獅子が配置されていたが、現在では一体だけが残っている。国宝第21号、白木時代の3相当、高さは8.2メートル。1966年には復元工事中、当中央部から世界最古級の木版印刷物である、無垢上皇だら2行が発見され、国宝126号に指定された。国宝第26号、白木時代の作とされる、 近藤製のビルシャナ仏、国宝、第27号、白木時代の作とされる、近藤製の阿弥陀如来像、大城工二よ不母親問題、暴霊里の貧状喜びそ誘致後、頭大頂き平女上、陰命大女家金不能生育、元役屋と洋家食福、悪化、その家俵出すせも、備え食の死、自由開始、進む会、翌節六輪会を降臨時、 感化し福悪化。アンセフ五十匹。ひらけまじない願いわく。断落ち幸伏せ。天人杖五字。聖一徳一万倍。安楽さし。命長。大城分の。長領しかも入り。いいその母わく。余蝶文像。症状。運聖一徳一万倍。年話が定務祝善。根治根期。今また伏せ。来るよ駅間。聖我が家と遺伝を崩壊。いずご法医官。 母、湯沸禅の瀬田を買い、ミーク上ぶっこ、ゼニチヤ国最近分スケア有天昭運、暴涼里大丈夫、チゴくマタク南寺屋、ケニ驚き主権暴涼里、白カボその人も昭道寺有神聖チゴ、左手、悪不起こり、七日の会、ありがね観光掘り大丈二時、また異名の、迎えその母を大中金守るの、必吉,吉、高有うい日、涼、ついたち、とと元山保一熊、 宿山下村、夢熊変ため鬼、小曰く、何時何、殺が我が簡単何時、白子は、受け容赦鬼曰く、能ため我が総物事家、白受けの曰く、木里る、汗流飛俗地獄金玄や、ため熊総長ことぶき寺をその放置、院事上有所館、悲願厚し、のため玄政二親野草仏国寺,寺,寺、ため前世や上層積物寺、受け、 カミリン・君二世四角十円、シゲルバリ増設、かつむくいマリオーの、ロウ、イーシン、コウジ政府フ母、ふるまた勘気前世の知るしか不信か。進む掘石物なり、翌年一大石ため岩外、石骨三列、封印時間。 夜中天神来る子、質作り時間白型枕木、葬罰難礼、香木もっとも天神、米その地ため、高齢、その二国寺運転石頭長老、意識ゆき子、唐都諸説みゆかなり、古京伝書斎女上、しかも寺中有気運、経意さ王お大、大層大白い店舗10年課の投資、はじめ二国寺、歴記恵み安すよ、偉大歴九年公演十二月に日大上卒、 国家の筆茂行初、受け湯が、大徳高魔獣この寺、慶のイタリウイマ、トモフルデン不動、未生熟税、三曰く暴御春、五世三世高齢秋来たるえ一万金かや室百年品復帰、円樹には一無差、狂いま小明安物資福井、照明仏像彫刻工房勝浦2006、P16、ありがとうございます。